ボロミアン艦、もしくは、ボロメオの艦、ボロミアンリングとは、どの輪を外しても他の輪が分離可能となる、結び目理論における、絡み目である。どの二つの輪もホップリングにはなっていないにもかかわらず、分離不可能な、絡み目となっている。また、ボロミアンリングの最も単純な例である。ボロミアン艦は、渦のようによく理想的な円艦によって描かれることが、多いが、実際には、 幾何学的に理想的な円管では構成できない。ボロミアン管フリードマンとスコラは、ボロミアン管を含む絡み目が理想的な円管で構成不可能であることを証明した。ワイチとワニが2箇所で交差していると仮定すると、ワイチとワニは平面か、球面上に存在することとなる。しかしこの場合に、ワサンがボロミアン管を構成するためには、 平面下球面と4回交差する必要があり、そのような輪は存在しない。楕円によるボロミアン管の表現楕円からなるボロミアン管の三次元イメージしかし、渦に示すように楕円を用いれば、ボロミアン管は構成できる。楕円の変身率はいくらでも小さくできるため、ほとんど円形によって構成することは可能である。3つの輪があり、それぞれが交差するために、 つのように八つの領域に分けられる。この領域を面と捉え、それぞれの交差を頂点と捉えることで、八面体グラフと対応する。そして八面体グラフから考えると、すべての頂点において4本の辺が接続しており、辺を3色に塗り分けることで、それぞれの頂点において輪の重なりを示せる。ボロミアン管は交互に頂点の上下を通過し、 その結果三本の独立した輪が形成される。結び目理論において、ボロミアン間は、ボロミアンリンクの簡潔な例である。このグラフには、様々な見方ができる。一つ目の見方は軍論を用いた見方である。二つの輪の絡み目補空間の基本群が、ザイフェルト・ファン・カンペンの定理によって二つの生成し A と B の自由群となる。この場合、三つ目の輪が、交換詞、A。 b イコールアバ -1b-1 を持つ。これは和の上下を通ることに対応しているが、これは基本群では自明ではないためボロニアン間は分離不可能である。他にも、歩空間のコホモロジーは非自明なマッセイプロダクトを代とするが、これは分離可能な場合とは異なる。マッセイプロダクトの単純な例であり、この代数は幾何学と対応する。3? フォールド・マッセイ・プロダクトとはに、フォールド・マッセイ・プロダクトが存在しない場合にのみ定義される席であり、ボロミアン間の2つの和が分離可能である性質に対応しており、3、フォールド・マッセイ・プロダクトが存在する性質が3つの和は分離不可能であることを示している。数論トポロジーでは、整数間のイデアルは絡み目と対応し、元イデアルは結び目と対応する。 三つの素数は2で割った。あまりにリンクしているが、どの二つの素数同士もリンクしていない。したがって、これらの素数は2を法とする、プロパーボーミアントリプルや、モッとにボーミアンプライムスと呼ばれる。ボロミアン管は、双極結び目である。三次元球面内のボロミアン管の補空間は、完微双極計量として有限な体積を持つ。 ボロミアン艦の総局体積は16イコール7.32772となる。ストーラハマール石碑に残るバルクヌート・ボロミアン艦という名称は北イタリアの貴族であるボルロメオ家の紋章から来ている。ボロミアン艦自体はより古くから使われており、7世紀のノース人の絵画石碑にも見られる。13世紀の思考に描かれたキリスト教徒の三位一体の 象徴としてのボロミアン艦ボロミアン艦は結束力の象徴として宗教や芸術など様々な文脈で用いられてきた。その中でも特にトリニティの象徴として用いられた。精神分析家のジャック・ラカンはボロミアン艦は人の心を現実界、象徴界、創造界の三つに分類し、晩年のラカンはこれら三回の関係をボロミアン艦で表した。 バランタイン・ブルワディのロゴにも用いられており、現在でもビールのロゴに残っている。ボロミアン館の数学的な特性について、マーティン・ガードナーは1961年にサイエンティフィック・アメリカンで取り上げた。2006年には国際数学連合がボロミアン館を連合のロゴに決定した。インドでは6世紀以前のティルバンミュールにある マランディズワラ寺院の石柱にも似た図形が見られる猿の拳結び中世及びルネッサンス期のヨーロッパではボロミアンンが二次元に落とし込まれた図形である三つの要素が絡み合って見える図形が数多く見られるしかしそれらは閉じていないため正確にはボロミアンンとは異なるスノルデレブストーンでは動物の角がボロミアンンのように絡み合い ディアーヌ・ド・ポワチエのエンブレムでは三日月がボロミアン缶のように絡み合っている。少し異なるが SC インテルナシオナルのロゴや蜜どもえ、ベンズも図形的に類似している。同様に猿の拳結びも三重になっているにもかかわらず、本質的にはボロミア缶の三次元表現とされる。不完全なボロミアン缶のような指示関係によって三本の コップの上の3本のナイフからなる台にグラスを乗せることができる。5つの輪からなるボロミアンのようなマンダラ結び目理論においては、ボロミアン艦の輪が増えたものをマルティプルボロミアン艦と読んでおり、5つの輪からなる図は不和主義の象徴であり、プリンキピア・ディスコーディアに描かれている。一般的な三つ編みはボロミアン艦と似た構造である。ボロミアン艦の輪を切断すると、 三つ編みの一ユニットとなる。そして逆に三つ編みの一ユニットの両端を結ぶとボロミアン管となる。ボロミアン管の輪のいずれかを除去すると残りの輪が分離可能であるのと同様、三つ編みも一本の紐を除去すると残り二本の紐は分離可能である。これらはそれぞれボロミアンリンクとボロミアンブレードと呼ばれている。ボロミアン管の輪同士は輪管の順を形成しており、 翡水的である。上の図を用いて説明すると、赤色の輪は緑色の輪の上にあり、緑色の輪は青色の輪の上にあり、青色の輪は赤色の輪の上にある。それゆえある輪を除けば、残り二つの輪は分離可能である。同様に組紐も二本のみを考えると上下関係があるが、三本では和間の順となっている。 フレーザー・ストタートラによるボロミアン管分子による結晶構造分子で構築されたボロミアン玉器である分子ボロミアン管が存在する。この構造は機械的に分割不可能な形状である。1997年、生物学者のチャンダー・マオとニューヨーク大学の同僚は DNA から一組の輪を作り出すことに成功した。そして二千三年、科学者のフレーザー・ストタートと そのカリフォルニア大学ロサンゼルス校での同僚と、錯体科学を用いて18個の部品から一度に輪を構成しようとしていた、金英雄2518や a ャック2 5 1 8のようなチオラート配置の表面層によって遮蔽された、ある種の原始的に正確な貴金属クラスターの構造を表現するために、ボロミアン間構造が有効な方法であることを示した。 ハロゲン結合駆動自己集合によるジュゼッペレスナティと共同研究者らの設計によりボーミアンネットワークのライブラリーを合成した。ボロミアン間の量子力学的類似体は1970年にそのような状態を予言したロシアの理論物理学者ビタリ・エフィモフにちなんでエフィモフ状態と呼ばれている。オーストリアのインスブルック大学のインスティチュート・フォー・エクスペリメンタル・フィジクスの ルドルフ・グリムとハンス・クリストフ・ネーゲルの研究グループは2006年、超低温のセシウムガス中でこの状態の実験的観察に初めて成功し、その結果を科学史ネーチャーに発表した。その後ヒューストンにあるライス大学のランドル・フーリット教授が率いる物理学者チームは結合したリチウム原子を3個集めて、これを実現し、その結果を オンライン雑誌サイエンスエクスプレスに発表した。2010年には田中金信の率いるチームが炭素原子核内にエフィモフ状態を実現した。ありがとうございます。